皆さんこんにちは。星空写真家タイムラプスクリエイターの成沢博之でございます。鼻声ですいません。花粉症私すごくてですね、本当はもっと早くこの動画出したかったんですけど、体調が優れなくてだいぶ遅くなっちゃいました。はい、今日はですねこちらにございます、シグマさんから発売されました 15mm の F1.4 ですね、フィッシュアイでございます。ついに魚眼レンズまで出しちゃいましたよ。魚眼レンズって一般的なその昼間の風景撮る人にあまり馴染みないかもしれないですけど、成形写真撮る人にとってはですね、まあ定番アイテムって言ってもいいんじゃないかな。必ず1本は持ってた方がいいよっていうぐらいスタンダードなレンズなんですね。まあそんなスタンダードな魚眼レンズのはずですけど、国内メーカーでこの魚眼レンズ開発してるところってないですよね。少ないか、ないわけではないですね。でも海外のメーカーで魚眼レンズっていうのは出してるところが多いので、ここ最近ではその海外メーカーの魚眼レンズを使うっていうのが、まあ、割とスタンダードだったんじゃないかなと思います。そんな中ですね、シグマさんが魚眼レンズを発売してくれました。アートラインの 24mm、20mm、14mm と続く F1.4 のラインナップで出しちゃったんですね、魚眼レンズね。まあ、これ成形写真撮ってる人にとっては、まあ、待望のって言っても過言じゃないと思いますね。そしてこのレンズですね、非常にお値段も高いです。はい、約30万円します。高えよ30万円って。まあそれこそ魚眼レンズ使ったことない人にとっては、魚眼レンズに30万ってなんでその高いのって多分思うじゃないかなと思うんですけど、メーカーホームページに書いてあるね断面図見ると、まあ高いのも納得ですよね。このレンズの中身ほとんどレンズじゃんっていう感じなぐらいびっしりレンズが入ってて、まあ、魚眼レンズで F1.4 の明るさを出して、しかも星で使えるぐらいまで高精度に補正をかけていくと、こんなにレンズ使うんだなっていう感じです。まあ、スペック聞いた段階でね、どのぐらいの大きさになるのかって大体予想つきましたけど、さてというわけで、今日のレビューはですねこんな感じで、こっちに出そうかな、こんな感じでやっていきます。はい、皆さんにシグマさんの魚眼レンズが、まあ私たち成形写真家にとってどんだけ貴重だったのかっていう、まあ歴史をちょっとお話ししたいのと、この性能ですね、の評価っていうのをしたいです。魚眼レンズって海外メーカーでもう出してるところあるじゃんと、しかもまあ成沢お前そのレンズいいじゃんって褒めてたじゃんって思ってると思うんですよ。そのレンズの差知りたくないですか。それもねこの動画でご紹介したいと思います。それでは行ってみましょう。魚眼レンズの魅力っていうのは何といっても、まあいろんなものがいっぺんに入ると、一網打尽にもう構図の中に落とし込めるっていうものですね。星空っていう被写体はですね、皆さんが思っている以上に大きな被写体です。まあ空全体にびっしりあるわけですからね。でその中に、メインの被写体である天の川っていうのがあるわけですが、それらを、こっからここまで全部入れたいみたいになると、普通の広角レンズだと入んないんですよね。まあ、超広角レンズでも入らないです。魚眼レンズでないと入らないっていう領域っていうか、そういうのがあるんですよね。あとオーロラを撮影する人ですね、オーロラっていうのは空のどこに出現するかわからないです。ですから、空全体を撮ってオーロラの大きなうねりっていうか、そういうものを撮影するっていうことで魚眼レンズがスタンダードになっています。まあ、私オーロラ撮ったことないので、田中雅美先生、私のお師匠さんの写真をちょっと拝借しようかなと思いますけど、実は成形写真始めた時に一番最初に買ったレンズ魚眼レンズなんですよ。それがこのレンズです。はい、キャパッと、これ今フィルムカメラについてますけど、シグマのね 15mm の F2.8 っていうレンズがあったんですよ。これニコンマウントなんですが、私これにキャノンのマウントアダプターをつけてキャノンのボディで使ってたんですね。でこれが私がずっと成形写真を始めてから使っていた、成形写真用のレンズです。このレンズだいぶお世話になったんですけど、これ F2.8 だったし、それから、後ろにねこうシートフィルターが、はい、させるような仕様になってました。これ今あのリーのソフトフィルターナンバー1が2枚入ってるんですけど、こんな使い方してたのちょっと懐かしいんですけどね。それこそもう20年ぐらい前の話ですけど、みんなこのレンズ使って、成形写真撮ってたっていうか、
お世話になったレンズなんですね。ただ、今と違って成形写真向けに作られたものではないです。だから描写にはですね、まあ、ちょっと不満はあったんですよね。撮れるけどいいけどもっといいの作ってくんねえかなみたいな感じのことはよく言われたんですよ。噂ではですね、シグマさんだいぶ前から今回のこの 15mmF1.4 のレンズ開発していたそうです。でそれを実現するまでに、まあ、これだけ時間がかかったということなんでしょうね。まあ、だからこの 15mmF2.8 がこの F1.4 にね、この時代の変化ってすごいよね。まあ私実際このレンズで撮影もしてるし画像ももう見てるんですけど、まあ、このレンズ以上の魚眼レンズっていうのは間違いなくもう出ないでしょうね。まあこれからの成形写真用の王様として君臨するレンズだと思いますね。各部の説明をしていきましょうか。まあこうやってね、三脚台座がついてます。まあとてもレンズの前玉が大きいレンズなので、バランスが前にこう偏りがちってことですね。なので三脚台座がついてます。でこの三脚台座外して使うこともできます。この辺はあの前回の 14mm と同じなんですけど、 14の F1.4 みたいにこういう風にですね、三脚台座外してなんかゴムをはめ込むみたいな、こういうリングが付属しています。レンズヒーターが付けやすいレンズヒーター、リテーナー、マニュアルフォーカスのピントがずれにくいマニュアルフォーカスロック、成形写真向けの機能っていうのはそのまま詰め込まれています。レンズキャップですね。レンズキャップがこういうレンズキャップが付属しています。あ、まあ相変わらずこのガンダムみたいなやつが、付属してます。これをこういう風にはめるわけですけども、はい、これ外してここの部分にですね、1、2って書いてるんですね。ここですね、ピコッとやるとなんかこう付け外しできるようになってるんですね。でここはこの部分にシートフィルターを入れてくださいというものになります。今成形写真用のシートフィルターってまだ発売してるところちょっと少ない状態なんですけど、ようやくね最近こう出してくれそうな動きが出てきたので、このソフトフィルターっていうのも活用できる日が近いんじゃないかなと思います。こっちに私、まあ貴重なソフトフィルターを入れています。こういうソフトフィルターですね。これわかるかな。これですね、この形にカットするためにシグマさんがですね、こうやって型を用意してくれてるんですね。でこの型に沿ってこう切っていくという感じです。型に沿ってソフトフィルターを切ったらここにピュッと入れて、そうするとこれね面白いんですよね。こう向かいに来る感じなんだよねこれね。うん、こういう仕組みになってて面白いです。でこのフィルターをレンズの後ろこの位置に刺しますよと。でこれは 14mm ですけど、まあ、つけるとこういう風な感じになって、後ろにシートフィルターを取り付けられるようになっています。これ 15mm の魚眼レンズなんですけど、焦点距離的には 15mm なんですけど、実際は15mm よりもワイドに映ります。ですから、まあ、対角魚眼っていうやつなんですよね。ですから14の F1.4 っていうレンズこっちありますけど、これよりも 15mm の F1.4 魚眼レンズの方がワイドに映ります。フィッシュアイなんで歪んでるってことですね。普通はこうまっすぐ映るものがこうギュッとこう歪んで映るっていうところがあるので、普通の広角レンズよりもたくさんの、被写体が入りますよっていうのが魚眼レンズの特徴ですね。この超広角レンズを使った時との差いろいろあると思うんですけど、まず一つ目がですね、星座の形が歪まないっていうのがあると思います。成形写真だと普通の広角レンズ超広角レンズを使うとですね、どうしても周辺の星座の形、星の形じゃないです、星座ではなくて星座の形が歪みます。よくあのオリオン座がこう左肩がこういう風に、持ち上がって映ったりとか、まあ、そういうですね、歪みが生じるんですね。これはもうどうしようもないです。通常のレンズは風景に対してディストーション補正というか、かけていますので、空に対しての補正ってかかってない状態です。魚眼レンズっていうのは最初からこう歪んでるので、特にそういう地上風景に対して補正ってかけてないんですよ。まあだからなのかはわかんないんですけど、星座の形が歪まないです。だから、見たままの星空が撮影できるっていうのは魚眼レンズの一つのメリットですね。例えば、まあこの写真とかね、北の北極星のこのぐるぐるですよね。北の北天のぐるぐるを、比較明合成で表現したんですけど、意外と魚眼レンズこう正円になってるっていうんですかね、歪んでないんですよ。うん、だから星座の形が崩れないですよっていうのはこういうことですね。ちなみに超広角レンズで北天のぐるぐるだと大体こういう風になります。この円がね楕円になるんですよ。うん、
だそれだけあの通常の広角レンズは空に対して歪んでるっていうことになります。では実際ですね、このレンズで撮影した画像を見てみましょう。はい、では、見ていきたいと思います。これツイッターで私一回つぶやいたんですけどね、その時の画像になります。何も画像処理してない状態ですね。はい、このままこの通りフラットでございます。はい、フラットでございます。で、まあ、真ん中見るとわあ、やっぱりシャープだね。なんかさ、こないだあの前回のね 14mmF1.4 の製造があまりにも素晴らしすぎて、なんかこれがね普通になっちゃったわね、なったのは良くないなと思ってるんですけど、前回めちゃめちゃ驚いちゃった分今回そんなに感動はないんですが、やっぱすごいね。で、周辺像、はい、, 笑っちゃうね、すごいね、全部点だね、全部点で撮れています。はい、右上もこんな感じで申し分ないですね、ほんとね。で、こっちが、あ、これ強化の画像だ。ちょっと画像処理してる方ですね。元画像をちょっとお見せしたいと思います。スタックを解除、これかな。水平線とか地平線をちょ真ん中にこう入れると歪まないんですね。普通の広角レンズっぽく使えるっていう私の好きなやり方なんですけど、あ、これでも画像処理してるや。初期化します。はい、これが元画像ですね。失礼しました、これが元画像です。はい、で、真ん中やっぱ鋭いですね。鋭いのもあるんですけど、この人工衛星の数ね、最近すごい多くないね。スターリンクとかバカバカ打ってるからさだからね、こうノイズを減らすためにスタック処理ってあるじゃないですか。あれが人工衛星を消すために私最近スタック処理するようにしましたね。3枚とかやるだけでも違うからね。まあそれはちょっといいとして、真ん中の製造めちゃめちゃ鋭いです。すごい鋭い、なんだこれって感じですね。はい、左上見てみます。ビチビチだね、すごいね。シフォさん、またとんでもなく素晴らしいレンズを作りましたね。で、見ての通りね、ちょっとね周辺原稿はあるんですよ。まあこれはしょうがないところかなと思いますので、まあ、プロファイル補正入れば、あのこういう周辺原稿もそんなに気にならないかなと思いますし、こうやって、自分でねこういう風に直していけば気にならないかなっていう感じですね。こっから先がですね、もう一個ちょっと検証したいなと思うんですが、 F1.4 じゃなくて F2.8 でそこそこいい魚眼レンズっていうのを出してる海外メーカー何社かあるんですね。そういった海外製の魚眼レンズとこのレンズ、値段がだいぶ違うけど何が違うのって知りたいじゃないですか。うん、でね、星を取った私の感想としては、中心像はまあそんなに大きく変わらないかなって正直思います。で、周辺像は結構違うっていう感じですかね。まあそもそも海外製の魚眼レンズって値段の割にはいいですねっていう、まあ値段の割にはっていう、その前置きが入るんですよね。まあそもそも 2.8 から F1.4 になることでシャッタースピードとかが、半分4分の1になるし、感度も下げれるわけですよね。まあそういったメリットがあるので、描写性能以外のメリットが出るんですけど、こと描写性能だけ見るとそういった差があると思いました。で、もう一つがそのゴーストですよね。ゴーストはね、海外製の魚眼レンズがめちゃめちゃ出るんですよ。ゴースト耐性ってのはね、もう雲泥の差があると思います。それをお見せしたいなと思います。これはね、自宅から検証したんですけど、これかな？このね、SDI っていうのが、この Sigma FPL で撮影したものなんですね。これは 15mmF1.4 フィッシュアイ、このレンズを使ってます。で、この隣の画像っていうのが、これ、ニコンのボディにつけてるんですけど、海外製の、魚眼レンズ。まあ、片場言いませんけど。で、同じ設定で撮ってます。はい。F11 に絞ってます。絞った方が分かりやすいからね。で、もう分かるでしょ、ここにすごいゴーストでしょ、めちゃめちゃ出るんですよ。で、この辺にもね、いっぱいいるの、こういっぱいいっぱいいるんですね。で、シグマだと同じ設定どうかというとこうなります。感度 100F11 200分の1ですね。はい、ここにこういう分かりやすいの出てますけど、ここに変なの出ないでしょ。で、タイムラプス的にはね、ゴーストっていうのはこう動いていくので、そのゴーストが動いていく感じもいいから私はそんなに気にならないんですけど、
さすがにここまで出たらちょっと嫌だわっていう感じだったんですよね。だから魚眼レンズは、その海外製の魚眼レンズは絶対私は昼間の撮影では使うことはなかったんですけど、これならいけるよね、うん、でこのぐらいだったら、まあ写真で使う程度だったらこれピッピッてコピースタンプとかで消せるし、それ以外のそのふわふわしたゴーストとかもね、すごく少ないんですよ。でこれね、動画撮るとね分かりやすいんですよね。動画撮ったんで、はい、見ていただこうと思います。やっぱ海外製の魚眼レンズと、それからこの今回のシグマの 15-FE っていうので、ゴーストの出方っていうのはえらい違う。やっぱり魚眼レンズっていうもの自体が、このフードが短いでしょ。だからこう横から入ってくる光にはそもそも設計上弱いんですよ。でその月明かりで出るのがね、ほんと嫌で、設計上弱くて、まあ、どうしても入ってしまうものなんですけど、にしてもあの海外製のやつは結構入りやすいですよね。でこれめちゃめちゃ少ない値段の差っていうのは、まあ、中心像ではそんなにわからないですと。で周辺像は結構変わりますと。特に F2.8 と F1 っていうので、 F 値の差も大きく違いますと。それから昼間撮影した時のこのゴーストの違いね、これはね大きいと、ゴーストの差ってのは本当大きいので、海外の魚眼レンズで俺もう十分だしなみたいに思ってる方、すごく気持ちは分かります。星だけだったらそう思ってもいいかもしれないですね。で F2.8 で撮影してて、それ以上に明るいレンズを求めてないという人には本当にそれでいいと思うんですけど、まあ、そうじゃない方ですね、より明るいレンズを撮りたい、昼間も使いたいっていう方には結構刺さる画像なんじゃないかなと思うのでお見せしました。検証が終わりましたが、素晴らしいレンズだというのはご理解いただけたと思います。もう F1.4 の製造は素晴らしすぎてね、うん、今まで撮れなかったものっていうのはいっぱい撮れるようになるんですよ。これですごく撮影に幅が出るんですよね。はい、ということで今日のレビューは以上になります。皆さんに、この15mm の F1.4 魚眼レンズの素晴らしさ、それから魚眼レンズの魅力ね、が伝われば嬉しいです。それでは今日の動画はここまでになります。また次の動画でお会いしましょう。さよなら、バイバイ、したっけねー、どうもー。